ここからのお時間はアーキテクティング・フォー・ザ・クラウド、クラウドにおけるアーキテクチャの設計原則と題しまして、 Amazon Web Service Japan 株式会社、技術統括本部、ソリューションアーキテクト江川大地より講演をさせていただきます。では江川さん、お願いいたします。はい、では遅い時間にもかかわらず皆様ありがとうございます。ここからはアーキテクティング・フォー・ザ・クラウドと題しまして、クラウドにおけるアーキテクチャの設計原則についてお話ししていきます。私、ソリューションアーキテクトの江川と申します。よろしくお願いいたします。ではですね、本日のアジェンダからまずお話ししていきます。で、本日はまず初めにイントロダクションというような形で本日の話の位置づけから話をしていきます。その後、クラウドコンピューティングの特徴を簡単に振り返って、その特徴を生かすための設計原則、こちらについて深く掘り下げていきたいと思います。ではまず初めにというところからお話をしていきます。で、本日のですね、意識合わせみたいな形で想定する参加者の方とお話しする内容、本日何を持ち帰っていただきたいかというところをここに示しています。で、ここではですね、AWS の概要、メリットに関してはすでにもう理解している、あるいは AWS をすでに触っていてシステム設計、あるいはサービス選定において悩んでいる、そういった方々を対象にお話をしていきます。で、その上でクラウドらしいアーキテクチャとはどういったものか、こちらについてですね、お話をしていきます。またそういったクラウドらしいアーキテクチャを設計するための原則、こちらを満たすことで何が嬉しくなるのか、そういったポイントについてお話をさせてください。で、具体的に言いますと、例えばここに挙げた4つの質問ですね、こういったものを本日のセッションを通して解消していただけると非常に嬉しいです。 AWS の特性を生かす設計、こういったものを知る、あるいはオンプレミスでは設計をしてきたんだけども AWS だとどうなるのか、どういう発想で臨むべきかというスタンスをですね、ご理解いただくこと、あるいは同じことをやるにしてもですね、例えば EC2 上でデータベースを構築するのか、あるいは RDS というマネージドのサービスを使うのか、そういったことによって何が異なるのかということを知るというところ。で、最後に AWS、よくですね、スケールアウトの構成が魅力的だという声をお聞きします。そういったスケールアウトをするために何が必要なのか、こういった部分をですね、ぜひ知っていただくことが本日のゴールというふうに思っております。ではですね、クラウドコンピューティングの特徴について少し振り返っていきます。昨日のキーノートの中でもこういった6つの特徴ですね、語られていました。例えば費用面、初期費用かかりません、重量課金で使い始めたら課金が発生をして使った分だけの課金になる、また非常に多くのお客様にですね、ご利用いただいておりますので、数のメリットですね、スケールメリットが生まれて安く利用することができるというところ、また2点目、AWS は常にですね、利益をお客様に還元していきます。ですので継続的な値下げですね、こういったものが繰り返されて使っているうちに安くなるというような事象が起きます。またサイジング、これも厳密に行う必要ございません。実際に運用をし始めて負荷の状況を見て柔軟にスペックを上げたり下げたりすることができます。また俊敏性ですね、ビジネスの面では非常に俊敏性というのが大きいんじゃないのかなと思います。例えば数百台数千台のサーバー、こういったものを数分で立ち上げて何か試行をする、トライする、で、もしうまくいかなかったとしてもその環境をすぐに作り直せる、で、最終的に本当にうまくいかなくなっても全部ストップをして捨ててしまえば費用は発生しません。こういったトライアンドエラーを俊敏に繰り返せるというのがクラウドの大きなメリットなんじゃないでしょうか。また AWS では90以上のサービスを提供しています。こういったサービスをうまく活用することで皆様の開発の工数ですね、こういったものを抑えることが可能です。そして最後にワールドワイドというところ、東京リージョンで作成したものを同じように海外のリージョンでも展開することができます。これによって海外展開というのもですね、今までよりも容易に行えるようになったというところですね。そしてクラウドコンピューティングならではの特性ですね、
この後お話していく設計原則を満たす上でこの特性をですね、ぜひ意識していただければというふうに思います。例えば IT 資産がプログラマブルに扱える、サーバーの調達、ストップ、スタート、こういったものをプログラムから操作することができます。またグローバル展開、先ほどお話した通りですが、さまざまなリージョンが世界各国にあります。そして各リージョンというのは単一のデータセンターで成り立っているわけではありません。複数のアベイラビティゾーンというデータセンター群からなっておりますので、こういったものを適切に利用することで非常に高い可用性の構成を組むことが可能です。また各リージョンのリソースというのはクラウドならではというところになりますけども、無制限のキャパシティを誇っております。そしてハイレベルなマネージドサービス、こういったものを使って開発の工数を抑えることができる。またこういったハイレベルなマネージドサービスの中には、セキュリティの設定、設計があらかじめ組み込まれているものも非常に数多くございます。ですので、セキュリティに対する懸念、こういったものの払拭というのも、非常に今までよりもですね、工数を下げてですね、低くやることができます。で、その上でですね、クラウドコンピューティングの特徴を生かすための設計原則というのをお話ししていきます。ここまでかなりちょっと駆け足だった部分もありますが、大丈夫でしょうか。ここではですね、10個の設計原則というのをお話ししていきます。一つ一つをこのスライドで取り上げることはしません。次のスライドで各設計原則について掘り下げていきますので、ここからですね、さらに、なんですかね、集中をして聞いていただければなと思います。で、まずスケーラビリティというところですね。まさにこれこそがクラウドコンピューティングならではの、特徴じゃないでしょうか。でこれ何かというと、運用中のシステムを拡張縮小させる能力のことを指します。スケーラビリティを生かすことでどういったことが可能になるでしょうか。一つには柔軟性の向上が挙げられます。あらかじめ事業のピークに応じてサイジングをする必要ありません。事業の必要性に応じてリソースの確保を行っていただくことができます。またコスト削減につなげることが可能です。 AWS は重量課金ですので、立ち上げた分だけの課金になります。ですので、例えば1日のお昼にピークを迎える、そういうシステムであれば、昼間だけ台数を増やす、夜はシャットダウンする、そのような形で大きくコストを削減することができます。で、実際にスケーリングとはどういったものかというところなんですが、水平スケーリングと垂直スケーリングというものがあります。垂直スケーリングとはスケールアップダウンとも呼ばれます。これは1台のサーバーのスペックを上げたり下げたりする、そういうものです。つまり1台のサーバーのメモリ、CPU、こういったものを増設する、あるいは下げるというやり方です。で、これは1台に対する設定ですので、非常に簡単にできます。一方で注意しなければいけないポイントも2つございます。1つはリソースの限界が存在するというところです。AWS では今数テラバイトのメモリを持って非常に多くの CPU を積んでいるマシンがあります。ですので、なかなかリソースの限界にぶち当たるケースというのは少なくなってきているかもしれません。ですが、事実としてそういうものはあるというところですね。で、もう一つ大きなポイントとしては、インスタンスの停止、こちらを伴います。一回ストップをして設定を変えて立ち上げるというようなやり方になります。一方、水平スケーリングというのはこういった懸念が存在しません。ですので、水平スケーリングにできるのであれば、可能な限り水平スケーリングにするというのが私のおすすめになります。で、水平スケーリングとは何かというと、スケールアウト、スケールインというふうに呼ばれます。1台のサーバーを、同じサーバーを横にどんどん増やしていく、あるいは台数を減らす、そういうような形でシステム全体としてシステムのスペックをですね、上げ下げする、そういった考え方になります。で、こちらは論理的にはですね、限界存在しません。クラウドが誇る無制限のキャパシティを利用すれば、横に追加していくだけで非常にですね、スケールしていきます。また1台のサーバー、最初にあるサーバー、こちらに関してはストップせずとも当然できます。横にどんどん並べていくだけです。ですので、ノータイムで、ダウンタイムなしでですね、スペックを上げられるというのも大きな魅力なんじゃないでしょうか。で、水平スケーリングを行うために心がけていただきたいポイントとして2つ挙げておきます。まずですね、ステートレスアプリケーションというところですね。ステートとは何かと言いますと、そのサーバー、一台一台のサーバーに固有の情報を持つことを指します。例えばセッション情報であったりとか、ウェブサーバーのアクセスログ、こういったものはステートというふうに呼ばれます。
で、こういったリソースというのをできる限り水平スケールさせるリソースの外部に配置してください。例えばセッション情報であれば DynamoDB、Elasticache、 こういったデータベースのサービスに置く。ログファイルなどは Amazon S3 というストレージのサービスに定期的にアップロードする。こういったことが重要です。で、一方でステートを持ってしまうコンポーネントはどうしても発生します。そういったものに関しては水平スケールするマネージドサービスをぜひ利用してください。先ほどご紹介した AWS のサービス、 DynamoDB や Elasticache、 Amazon S3、 こういったものはですね、スケールしやすい水平スケールするマネージドサービスですので、ぜひですね、積極的にご利用いただければと思います。で、どうしてもですね、水平スケールできない場合もあるかと思います。例えばリレーショナルデータベースのデータですね、こういったものについてはスケールアウトできない場合の注意すべき制約、例えば1台のスペックの限界値、そしてこれがいつ迎えることがあるのか、まあ、そういったことをですね、洗い出していただいて、懸念をですね、があるのかどうかということを改めてですね、判断していただければなと思います。で、具体的にステートフルなアプリケーションだと何がまずいのかというところをここでは話していきます。ここでは例としてセッション情報を、イメージしています。例えばユーザーがログインをしてウェブサーバー、アプリケーションサーバー、ここにセッションを持ってしまったとしましょう。そしてこのウェブサーバー、アプリケーションサーバーをスケールアウトしたいとします。そうしますとセッションを持ったユーザーというのは既存のセッションがあるインスタンスにルーティングされるような形になります。そうしないとセッションを持ってないサーバーに行ってしまうとユーザーがログアウトされるような挙動になってしまってユーザーのエクスペリエンスが落ちてしまうためです。ですので ELB のスティッキーセッションみたいな機能を使って既存のセッションがあるインスタンスにルーティングされるように設定いただきます。で、この時既存のインスタンス群が CPU の使用率の高騰などによってリソースが逼迫したとします。そうした場合にスケールアウトするとどうなるでしょうか。既存のユーザーというのは既存のインスタンスにルーティングされ続けます。ですので新しいインスタンスが生かされにくく、せっかくスケールアウトしてもその恩恵を享受できなくなってしまいます。で、もっとバッドケースなのはスケールインの場合ですね。スケールインの時というのはセッションをまるっとですね、落としてしまうような形になりますので、多くのユーザーが一気にログアウトされたような挙動になります。ですので先ほどお話ししたようにセッション情報というのは外出ししましょう。例えばですね、書き換えられても問題ない情報というのはクライアントサイド、ブラウザー等に保存することもできます。一方でクライアントサイドで書き変えられると困る情報についてはエラスティキャッシュやダイナモ DB、 こういったものに保存をしてください。そうすることで真ん中のウェブアプリケーションサーバーはスケールアウト、スケールイン、こういったものがしやすくなります。ここまでが一つ目の原則です。で、続いて常設のサーバーではなく使い捨て可能なリソースというところについて見ていきます。これを一言で言うとリソースに対する考え方を変えましょうという内容です。で、今までであれば固定の台数で運用されてきたというふうに思います。そしてリソースの購入は前払いで行われて、リソースの追加には長いリードタイムが発生してきます。ですので厳密なサイジングが必要になる、こういったのがオンプレミスでした。で、一方で AWS であればいつでも増やしたりそして減らしたりすることが可能です。初期費用はかかりません。また数分で起動することができます。ですので厳密なサイジングから解放されます。タスクが増えたらですね、インスタンスを増やして対応して、タスクがなくなったら減らす、こういったことが可能です。ですのでこういうようなことが、こういう運用がですね、できる前提の設計というのが求められます。例えばオンプレミスであれば少ない台数であればですね、手作業で設定変更をするということがあったかもしれません。そういったものをぜひ自動化してください。 IP アドレスずっと固定でハードコードしたかもしれません。そういったものを DNS によるアクセスに変える。またバッチのスケジュール、こういったものを少ない台数でやる場合、1台のリソースをですね、使い回すという意味でシーケンシャルにどんどんやってきたかもしれません。これを並列で行う。そして最後に電源、1回もう購入したものですので常にオンだったかもしれません。こういったものを利用時間帯を確認してオフにできる時間を見つけてください。そうすることによって重量課金のメリット、コストの節約につながります。この中から一つバッチスケジュールの見直しというのを例にとってみます。左側の例ではですね、1台のサーバーで3つのタスクを順番にこなします。そうすると3時間かかるという例ですね。
一方で右側、こちらは3台のサーバーで3つのタスクを並列に運用しています。こうすると1時間で終わります。どちらも同じ3時間分です。料金は変わりません。ですがビジネス的には当然早く終わった方がインパクトがあるかと思います。ですのでこういったスケジュールの見直しというのを検討いただければと思います。ではここで使い捨て可能にするためのポイントをお話ししていきます。それを一言で言うと、いつでも復元できるようにするということです。例えば EC2 であれば AMI という機能があります。こちらをいつでも取っておいて復元できるようにしましょう。でその戦略についてはまた次のスライドでちょっとお話をしていきます。また一台一台のサーバーだけではなくてシステム全体をという意味ではインフラストラクチャーアズコードの考え方が重要です。 AWS であればクラウドフォーメーションというサービスを使ってシステム全体をまるっと再構築することができます。ですのでバッチシステムをクラウドフォーメーションで作成して終わったら削除する、必要になったらまた作る、そういうような形でコストを節約することが可能です。そして AMI の戦略ですね。ここでは Java アプリケーションを皆さん作りたいというふうに思ってください。Java の Web アプリケーションです。OS があって J2EE があって、その上に Java のフレームワークが載っています。そして Web サーバーの Apache、アプリケーションサーバーの Tomcat、こういったものが載っているスタックです。こういったところに Java のアプリケーションコード、皆様が書くコードが載ってくるというところです。一番簡単な考え方は全てを AMI に取るというやり方、こういったものがあります。その他のやり方としてあまり変わらないであろう OS 部分、Web サーバーあるいはアプリケーションサーバーの部分、こういったものは AMI にしておく。一方で頻繁にバージョンアップ、マイナーバージョンアップがあるであろうフレームワークの部分であるとか、あとは頻繁にコードのメンテナンスが入る Java のコード、こういったものは起動時に取得するということもできます。あとは最小構成 AMI というところで Linux OS の部分と構成管理のツール、シェフとかパペットですね、こういったもののエージェントだけインストールしておいて全て起動時に取得するというやり方もできます。それぞれ一長一短あります。全部入り AMI は起動が早いのがやはりメリットです。一方でソースコードをですね、一行変更するだけで再度 AMI を作り直さなければいけません。こういったものはもしかすると手間になるかもしれません。そういう意味で部分設定済み AMI というのはですね、かなりバランスが取れているというところですね。アプリコードだけ起動時に取得するというやり方です。一方で最小構成 AMI の方は柔軟に中身が変更できる一方ですね、起動の処理がかなりですね、時間かかってきます。ですのでそういったところに注意をしてください。では3つ目の設計原則についてお話をしていきます。今の AMI もですね、非常に関係してくるんですけども、自動化というところですね。ちょっと釈迦に説法になってしまうかもしれませんが、自動化のメリットというのはこういったものが考えられます。例えばオペミス防止、可用性の向上、あとは運用負荷の軽減ですね。そして AWS と自動化というのはイコールではないですけれども、非常に親和性があります。なぜならば AWS のあらゆる操作というのは API を通して実現することができます。ですので自動化しやすいというところですね。また自動化をサポートするサービスが数多くあります。本日は一つ一つのサービスを取り上げてご紹介するということはできませんが、こういうようなサービスがですね、自動化をサポートしてくれます。でこのスライド自身は後ほどまた公開いたしますので、公開されたものをですね、ご確認いただいて、このサービスに興味ある、例えばアプリのデプロイをしたりとか運用を自動化したりとか、そういうところに興味を持っていただいて各サービスを掘り下げていただければと思います。でここではですね、例として水平スケーリングの自動化をシミュレーションしてみました。ここではクラウドウォッチという監視のサービスとオートスケーリングという水平スケールを行うためのサービスの組み合わせを示しています。クラウドウォッチを通してシステム全体の負荷を監視します。例えば CPU 使用率、こういったものがある域値を超えたらサーバーを増やすというような命令をオートスケーリングというサービスに出すことができます。そうしますとサーバーが増える、そういうことが自動的に行われます。そしてスケールアウトした EC2 インスタンスはユーザーデータというですね、 EC2 の機能などを通してシェルスクリプトを流すことができますので、そういったものでですね、追加の自動設定、こういったものを施すことができます。
ですので水平スケーリングもですね、ぜひ自動化をするということを検討いただければと思います。で続けて素結合というところですね。プログラムを書いたことがある方であれば、結合度が低ければ低いほどいいというのは直感的にわかるかもしれません。それはなぜかというと、不具合の影響範囲を最小限にとどめられるからというところですね。またスケールアウト、スケールイン、こういったものがしやすいというのも結合度、素結合のですね、ポイントになります。で、この素結合にするために心がけることとして4点ですね、書いています。これをちょっと一つずつ見ていきたいと思います。まず、ウェルデザインドインターフェイスというところですね。アクセス元から見てアクセス先をブラックボックスにする。こういったのが重要になります。どういうことかというと、必要な情報はインターフェイス、入り口のところで全て提供するというところです。言い換えると、アクセス先の内部情報、こういったものに依存しないようにしましょう。必要なパラメータを渡して API でアクセスする。内部の IP アドレス、こういったものに依存するのではなくて、入り口の DNS、こういったところで解決をする。処理を実施するインスタンスへのアクセスというのは避けて、ELB とか SQS、メッセージキューのサービスとか、ロードバランサーのサービスを利用するというところです。また、サービスディスカバリーというのも重要になってきます。アクセス先の内部でスケールアウトをした際に、そのスケールアウトしたインスタンス、こういったものをきちんとですね、検知をして、そのアクセス先のエンドポイントの中に組み込んであげるということが重要です。でこちらの例をですね、次のスライドに示しています。ここではですね、サービス検知の部分と、ウェルデザインドインターフェースというのを組み合わせたちょっと例になります。皆様から見てですね、左側、こちらが密結合の悪い例というような形になります。これはウェブサーバーとアプリケーションサーバーが密結合になっているという形ですね。でこの際、何を言いたいかというと、ウェブサーバーのですね、設定ファイルというのはアプリケーションサーバーの方にかなり強く依存をしてしまっています。例えばアプリケーションサーバーのスケールアウトが行われて、サーバーが1台増えたとします。そうしますと、増えた1台の IP アドレスであるとか、そういった情報、これをウェブサーバー側の設定ファイルに組み込まなければいけません。この逆も当然しかりですね、減った場合は減ったというような形でですね、情報を削除してあげないと、ないサーバーに対してアクセスをしてエラーになるということが考えられます。ですので、右側のようにですね、素結合な図、ウェブサーバーとアプリケーションサーバーの間にロードバランサーのサービスを置いて素結合にするということが重要になります。この場合、ウェブサーバーから見ると、よく設計されたその入り口、この ELB のエンドポイントだけを見ておけばよいというような形になります。一方で、アプリケーションサーバーが増えた、減った、これをどう検知すればいいでしょうか。これは ELB とオートスケーリングというサービスを組み合わせていただくと、自動的に ELB の配下に増えたインスタンスが加わります。ですので、サービス検知も非常に簡単にできるという例ですね。で続けて、アシンクロナスインテグレーションというところを見ていきます。同期処理である必要がなければ、ぜひ非同期でつながるようにしましょう。非同期処理の利点というのは、システムを利用するユーザー側にもありますし、システム側にもございます。ユーザーから見ると、重たい処理にですね、引っ張られてよくなりますので、すぐに応答が返ってきて、重たい処理にアプリケーションがブロックされることはありません。また、システム側から見てもですね、スケーラブルで高可用なバックエンドを持つことが容易にできます。また、フロントエンドの部分、ユーザーに接している部分については、停止をさせずにバックエンドだけメンテナンスすると、そういうようなことも可能です。こういったですね、AWS のサービスを活用して、非同期処理というのを組み込みやすくなるんじゃないかと思います。で、ここでもですね、すべてのサービスちょっと紹介しきれませんので、一番上の SQS というサービスを使った非同期処理の例を見ていきます。こちらですね、SQS を使って、フロントエンド部分、ユーザーに近い部分とシステム側、バックエンドを素結合にしています。そうすると、ユーザーから見たときですね、アクセスをすると重たい処理を依頼するんですけども、フロントエンドではこういうようなことを行ってという情報だけをメッセージキューのサービス、SQS の方にメッセージとして格納をします。そしてすぐに応答を返すというような形で、顧客体験を損なわないようにですね、実現ができています。あとは、バックエンドのサーバーがメッセージキューからですね、メッセージを取り出して、重たい処理を順次こなしていくというだけです。でこれ早く行いたい場合は、バックエンドだけスケールアウトをして処理をこなすというようなこともできます。
で、素結合の最後のポイントはグレイスフルフェイリアということで、安全に落としましょうというところですね。グレイスフルフェイリアの例としては、例えば ELB のコネクションドレーニングの機能を使うというのが一つ例として紹介したいと思います。こちらはですね、新規のリクエスト、スケールインするインスタンスに対する新規の割り振りは中止をして、すでにもう処理をですね、行っているリクエストだけを待って、一定期間待つというところですね。まあ、こういうような形でバツッとユーザーをですね、落とさずに顧客体験を損なわないようにするという例になります。ぜひですね、こういうような形で安全に落とすための戦略というのもスケールインする際は強く意識をしていただければと思います。続いてはですね、サーバーではなくサービスの利用というところをお話ししていきます。これは一言で言うと、AWS のマネージドサービスと呼ばれるものを積極的に活用してくださいというお話です。で、マネージドサービスを使うと何がいいかというと、可用性ですとかバックアップみたいな運用作業、こういったものを AWS 側にオフロードすることができます。それによって皆様はコア業務、差別化につながるような業務、あるいはソースコードを書く部分に集中することができます。こういったマネージドサービスだけでですね、サービスを組む例も今ですね、非常に多くなってきますので、ぜひそういったものも取り組んでいただければと思います。でですね、一口にマネージドサービスがどれぐらい負荷を減らしますというのを言うのは難しいところもあるんですけども、責任共有モデルというですね、AWS と皆様と双方が協力してセキュアなシステムを作ろうという思想ですね、こちらのモデルから見て取ることが可能です。で、実はこの責任共有モデルというのはですね、3つあります。1つがインフラストラクチャーサービス向けですね。こちらはコンピュートとそれに関わる、サービス、例えば Amazon EC2 のようなサービスを対象にしています。またコンテナサービスというのは、そういったコンピュートのサービスの上でデータベースであるとかロードバランサー、こういったものを動かしてマネージドサービスとして提供するものを指しています。で、最後のアブストラクティドサービスというのは、完全にプラットフォームが抽象化されたサービスですね。皆様がサーバーを意識せずに済むようなサービスということで、サーバーレスサービスのようなものを指しています。こちらはもうインフラを意識しませんので、可用性の担保などを AWS の方にですね、オフロードするということが可能です。例えば Amazon S3 みたいな3カ所のデータセンターでレプリケーションをしているようなですね、そういうようなサービスを指しています。で、それぞれで責任共有モデルがどう違うのかというところをこちらの図でお示ししていきます。まずインフラストラクチャーサービスですね。こちらなんですけれども、 Amazon EC2 を例にして説明しますと、真ん中の、下の部分ですね、オレンジの部分が AWS が担当する部分で、上側の白い箱がお客様が担当する部分になります。 EC2 でいうとハイパーバイザーまでは AWS が担当をする、ゲスト OS 以上はお客様の自由にできる、言い換えるとお客様が管理しなければいけないというポイントになります。自由にできるのはですね、非常に喜ばしい一方、管理しなきゃいけないポイントももしかしたら多いと感じられるかもしれません。一方でコンテナサービス、例えば Amazon RDS などであれば、かなりですね、お客様の管理配下というのを狭めることができます。例えば OS に対するパッチ当て、 DBMS に対するパッチ当て、こういったものを AWS に任せるということが可能です。アブストラクティドサービスであれば、さらにその領域が狭まります。例えば先ほど言った S3 の例で言うと、レプリケーションみたいなものですね、そういったものも AWS の方にオフロードできるというところで、皆様はデータの統制と所有、こういったものとかにですね、専念することが可能です。で、AWS では非常に多くのですね、サーバーレスサービス用意しています。ですので、皆様のニーズに合ったものを探してユースケースに応じてですね、使い分けていただければと思います。で、この使い分けという観点でデータベースの使い分けについてちょっと見ていきたいと思います。マネージドサービスは非常に便利ですが万能ではありません。ですので、それぞれの使いどころ、ユースケース、得意不得意、こういったものに応じて使い分けをしてください。例えばインメモリのですね、データベースが欲しい、リレーショナルデータベースのキャッシュをして、とにかくユーザーに早く返したい、そういうような場合はエラスティキャッシュが合うかもしれません。一方で、そういったデータをきちんと永続化したい、そういうような場合はノー SQL のサービスである DynamoDB、 こういったものが役に立つかと思います。一方で当然トランザクションが必要な処理もあります。
そういったものについてはノー SQL で無理をするのではなくて、きちんとリレーショナルデータベースのサービスで格納する、こういったことが求められます。一方で大容量データが欲しをですね、格納して分析を行いたい、そういうような場合はデータウェアハウスのサービスである Amazon Redshift という選択肢があります。それぞれやはり得意不得意ありますので、適切な利用シーンに応じて使い分けを行ってください。で、続けて単一障害点の排除というところをお話ししていきます。これはオンプレミスでも同じかと思います。あらかじめ障害に備えておくことで、その影響を極小化しましょうというところです。例えばこの図であれば、真ん中に6台の EC2 インスタンスがあります。このようにですね、6台のサーバーをあらかじめ用意しておけば、その1台が落ちたとしてもですね、6分の1ですので、その障害の影響範囲というのは非常に狭いと言えます。システムの前提値につながるということはありません。ですので、あらかじめ備えるということは非常に重要です。で、その単一障害点排除のためのポイントなんですけども、やはりオンプレミスと同様に冗長化、そして障害の検知、そして堅牢なデータストレージを使うというのは重要になります。きちんとデータを永続化することができる Amazon EBS というストレージサービスや Amazon S3、 こういったものを活用してください。で、もう一つ AWS ならではという観点では、マルチ AZ アベイラビリティゾーンというデータセンター群を複数マルチでですね、活用するというところです。一つのですね、AZ で運用することも当然できますが、AZ の単位で見たときに一つしか利用していないと、その AZ がですね、例えば洪水とか津波とかで利用不可能になってしまった場合にシステムが止まります。ですので、あらかじめ二つの AZ をきちんと活用しましょう。そうすることで、可用性を非常に高く保つことができます。で、AWS のアベラビリティゾーンというのは高速な専用線でつながっていますので、レイテンシーも心配する必要はありません。で、最後のポイントなんですけども、素結合というところですね。先ほどお話した通りですが、障害の影響範囲を極小化するためには、やはり素結合な構成というのが重要です。で、続けてコストの最適化というところですね。単に現在のシステムをそのまま AWS に持ってくるだけでも初期投資かかりませんし、 AWS の規模の経済で安くなるかもしれません。ですが、クラウド環境の特性を生かせれば、もっともっと安く運用することができます。ですので、適切なサイジング、こういったものがまず重要になります。これによってですね、オーバープロビジョニングを回避していただいて、初期投資という、まあ、もともとないんですけども、最初にかかってくるですね、AWS の費用というのを劇的に下げることができます。オンプレミスと違ってですね、ピークに合わせて設計する必要はありません。ピークになったらサーバーを調達すればいい、良いというところですね。で、もう一つ重要なポイントは継続的な改善です。適切なインスタンスタイプ、こういったものにですね、見極めるために常に監視をしましょう。最初に厳密なサイジングは不要ですけれども、運用していく中で適切な形に落とし込むというのは非常に重要な観点です。ですので、監視をしていってリソースの空きがどれぐらいあるのか、またトラステッドアドバイザーというサービスでは使用率の低いリソースを検知することができますので、まあ、こういったものを使ってですね、ストップできるインスタンスというのを見つけていただければと思います。オンプレミスの場合はもう買い切りになりますので、一回も買ったものを元に戻してですね、コストを還元するということはできないかと思います。ですが、クラウドであればそれができます。ですので、エンジニアの方の新しい役割としてコストへの意識というのもぜひ取り入れてみてください。また、伸縮自在性ということで、必要な際に必要な分のリソースを調達できれば、本当に最低限の台数で運用することができますので、コスト削減につながります。また、マネージドサービスの中には、こういったスケーラビリティを兼ね備えているものもございますので、そういったものをうまく活用してください。で、コストのところ最後は適切な購入オプションというところですね。ここでは詳細は割愛しますが、ずっと運用している、ずっと立ち上げっぱなしのインスタンスも中にはあると思います。それを安くするための購入の仕方、リザーブドインスタンスというのがございます。ですので、適切な購入の仕方を意識していただければというところですね。で、あと2つになります。残りの1つ目については、キャッシング、キャッシュの利用です。繰り返されるですね、利用されるデータは、やはりキャッシュをして早く返すというのが重要です。これによって、クライアントへのレスポンス向上につながって、ユーザーの顧客体験を高めることが可能です。で、もう一つ、キャッシングをする重要なポイントは、複
負荷軽減とコスト節約につながるというところですね。キャッシュだけで返せれば、キャッシュの配信元、オリジンの方にはアクセスがいきません。ですので、オリジンの負荷が下がって、もう1台台数を減らしたり、あるいはスペックを小さくするということが可能です。ですので、コストの節約につながります。で、具体的なキャッシュの例としては、例えばリレーショナルデータベースのデータをインメモリのデータベースにキャッシングをして、早くアプリケーションサーバーに返すという例があります。これはですね、Amazon のエラスティキャッシュというサービスを使って、レディスやメムキャッシュ D をホスティングしていますので、うまく活用してください。で、もう一点ですね、CDN のサービス。こういったものを使って動画や画像、これをキャッシングしてエンドユーザーに早く返すということが可能です。今はですね、ちょっとキャッシングについてあまり意識されてこなかった方は、こういったサービスがあるということを今日もですね、持ち帰ってください。で、最後はセキュリティですね。これはどこでも一緒だと思いますが、すべてのレイヤーでセキュリティを確保する必要があります。一箇所でもセキュリティホールがあれば、そこを突かれてしまって非常に大きな問題になります。これ掛け算と似ています。掛け算の中に一つでもゼロがあると、数式の中に一つでもゼロがあると全体がゼロになります。ですので、すべてのレイヤーでセキュリティを確保するという考え方が非常に重要です。で、そのためのポイントなんですけども、やはりすべてをやるというのはなかなか難しいかもしれません。ですので、AWS の機能をうまく活用してください。それによって AWS でセキュリティの担保をオフロードすることができます。あとは最小権限の原則。あるサービスを使うユーザーは当然そのサービスしか使えないようにですね、権限を設定してあげるべきです。またセキュリティもですね、コードで制御することができる時代ですので、こういったものもコードで自動化していく。またリアルタイム監査ですね。何か異常があった場合はすぐに検知すべきですので、まあ、そういったものの組み込みをですね、ぜひ意識していただければというふうに思います。すべてのレイヤーでという意味だと、例えばこういった側面が挙げられます。ちょっと細かくはですね、見えにくいところもあると思うんですけども、大きな文字のところだけ注目してください。例えば入り口のところですね、DDoS 対策ということで、WAF、Web Application Firewall を入れたり、DDoS Mitigation のためのですね、ツールを入れるというのも一つの手段になります。また内部のネットワークに関してはきちんと分けてサブネット設計をしてあげるですとか、最小限のアクセスしかできないようにネットワークアクセス制御をするというところ。またそういったネットワークの設定をいじれる人というのを会社にですね、無駄に多く抱えてしまうと当然何かあった時にオペミスとかにつながりますので、アクセス管理ですね、こういったものをするというのも重要になります。また保管するデータ、こういったものはきちんと暗号化をしましょう。また AWS の操作ログ、API の操作ログはきちんと取りましょう。また異常をすぐに検知するために各サービスきちんと干渉しましょうというのが重要なポイントです。で、最後にですね、AWS の機能をきちんと活用しましょうというところですね。すべてのセキュリティ設定をお客様で組み込むのは非常に膨大な工数がかかります。ですので AWS のさまざまなセキュリティサービスを通してその工数を減らす努力をしていただければと思います。最後にまとめていきます。本日ですね、非常に駆け足でなかなか大変だった部分もあるかと思いますけども、この10個の設計原則、こちらをぜひ持ち帰っていただければと思います。スケーラビリティ、そして資産というのは可処分、使い捨て可能であるというところですね。そして自動化をしましょう。自動化し、水平スケーリングをしやすくするために素結合にしましょうというところ。またサーバーではなくサービスの利用、マネージドサービスを使って工数を落としましょう。で、マネージドサービスも暗黙的に使うのではなくて、ユースケースに応じた使い分けをしましょうという点。そして単一障害点を排除して、可用性の高いシステムを作り上げましょうというポイント。そしてコストの管理というのもエンジニアの新しい役割だというところで最適化ですね、コストの最適化。そしてキャッシングの利用とセキュリティというところになります。ぜひですね、この10個を胸に刻んで、クラウド上での設計を行ってください。最後にですね、本セッションのフィードバック、ぜひ行っていただければと思います。本日はどうもありがとうございました。弊社の笑顔より講演をさせていただきました。